はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。カーリング女子の決勝戦なんですけれども、イギリスに敗れ銀メダル獲得と、実況すれ見てましたけれども、イギリス調子良かったみたいで、銀メダルでも立派ですよ、頑張りました。こういう時にですね、スレッドにやたらネガティブなことを書き込むやつが私は大嫌いであります。自分はあったかい部屋から一歩も出ねえでね、指一本動かさずに、他者を批判ってね、どんな脳みそしてんのかなって、思います。誰が悪いの、どれが悪いのってね、戦犯探しばっか熱心でね、そういうとこだけ全能力発揮しちゃうみたいなネガティブなやつ大嫌いであります。私はこういうネガティブなところも気がつく頭がいい人間なんですよっていうマウントなんだって。それよくね、でもねとかだってとかそういう風から始める人いますけど、それなんだって。銀メダルだって過去最高位ですよ。立派、立派そのもの。選手はよく頑張りました。ネガティブなこと書いてるやつは自分がね、マウントして、私はこういうところにも気がつく賢い人間なんですっていう、そういう行動をしてんだよ。喜びさんで他人を批判してんで、気づいてほしいなと思います。韓国メディア、日本もイギリスも下したのになぜ。韓国チームは日本にもイギリスにも勝ってんだって。まあ恨みごと垂れ流しておったそうであります。うわーって感じなんですけれども、ネットの反応、総当たりで勝った回数で決めるルールなのに理解できずに後から文句言ってるってこと。その通り、条約も協定も守らない連中だし、つまりルールというものに疎いっていうんだか理解が浅いっつうんだか理解ができないっていうのが、ルール、決まり、約束というものからかけ離れた連中ということなのかな。実質韓国が金メダルと言いたいわけか。いつもの脳内チャンピオン、まあ俺逃走しながら勝ち宣言っていうのはありますよね。私作ったんですけど、逃走しながら勝ち宣言、決して自分の負けを認めることができない脳みその構造になっておると。まあ左翼も一緒ですけどね、これね。他で負けたから8位の予選落ちなんだろうが、だったらなんで他のチームに負けたの。まあ実力があったら負けないですよね。リーグ戦と総当たりの違いが理解できないんだろうな、かわいそうに。ルール理解できないなら参加すんなよ。理解力も実力もないのに文句と嫌がらせだけは人並み以上。勝っても負けても後味が悪い連中。世界に誇る金メダルでも作って勝手に表彰してると、そういうような意見が出されておりました。まあらしくてええですね。そうこなくっちゃって感じですかね。なんか喜怒哀楽って感情の代わりにですね、妬み、恨み、曽みひがみというのでできてて、自分以外の誰かを恨みながら生きている、一生誰かを恨んでればいう感じで、まあどうでもいいんですけどね。 AFP 通信19日、昨日の記事、ウクライナ軍発表、東部親ロ武装勢力と交戦し兵士1名が死亡。現在まで66回の戦闘を確認。一部で戦闘始まってるみたいですね。で、ウクライナ軍の兵士1名、亡くなったそうで。親ロ武装勢力っていうのは、もちろんですね、ロシアの工作員部隊です。長年かけて潜伏してですね、勝手にウクライナ東部の独立を主張してるそうであります。ネットの反応です。終わりの始まりやで、親ロ派武装勢力とか潜り込んだロシア兵だろう。まあその通りなんですね。北京五輪閉会まで待てなかったのか。今日のですね8時、夜8時から
閉幕式、閉会式始まるそうで、まあそれ終わったら本格的に始まるのかな。親ロ派は今ロシアに参戦してもらわないと、自分たちが粒から必死っていうか同じもんだと思いますけどね。ロシア軍の一部だと思いますけどね。外部の人間が確認できない事実が積み上げられているな。ウクライナの国内問題なので軍は武装勢力に反撃する権利があるし、鎮圧する義務があると。記事を読む限り、ウクライナ正規軍と左翼革命軍の戦い、まああの ISIS みたいに勝手に国を名乗ってですね、一部を占拠して独立を謳っている、みたいな構図。左翼はどこの国でも反乱無視のテロリスト、左翼どもがロシア擁護してて笑うわ、こいつらも隠す気ないな、これはあの左翼ども、これは日本国内の左翼どもでしょうね。左翼は話し合おうって下げ持ってはせさんじなさいよ、というような意見ね。この構図、帝国も用心しないといけないですね。どういうことかっていうと、あの外国の、工作員が送り込まれて武装してどっかの地域占領して独立を発表してですね、何言ってんだっつって、あの警察とか自衛隊が戸塚前に行くと自国民の保護とかいう名目で外国が日本に攻め入ってくるみたいな構図ね。左翼どもはですね、親ロ武装集団、まあテロリストどもですね、テロリストどもを全力で応援しているそうであります。自分らはですね、反日武装集団になって暴れ回りたい連中なので、まあ応援するわな。似たような立場の親ロ武装集団、まあその実質は送り込まれたロシア兵と、国内で警戒すべきはその外国のね、下部組織として武装して日本のどっかの地域を占領しそうな連中で警戒すべきは、まあ日本共産党、革丸派、中核派、民団総連、潜伏中の人民軍兵士、このあたりの連合軍じゃないでしょうか。国内でそういうことやらかしそうな連中さね。まあこういう連中ですよ。やったらね、首が来て。日本人左翼はほぼほぼ高齢なので、大した脅威ではないだろうが、人民軍兵士は厄介ですね。まあ戦闘の主力になりそうだな、そういうことが起きたらね。中国料理店でね、鍋振るってる単発で、単発っつうか坊主で、がたいが良くて、やけに首が太くて短いのは潜伏中の人民軍兵士です。いや本当に、靖国神社の周辺にですね、やったらとですね、客入ってない、採算取れてなさそうな中国料理店がいっぱいあるんですよ。いっぱいあんの、心配してます私。武装勢力国内放棄がもし起きたら、靖国神社に警備に行かなくちゃな。押しかけ警備っていうんですかね。まあそういうのはおっさんらに任して、若者、未来のある若者や女性は来なくていいです。おっさんたちに任してください。まあ、靖国神社あたりだと、まあ、狙われるって分かってますから、市ヶ谷の防衛省からささっと来てくれるのかもしれないですけれどもね。林法政、林法政外務大臣、今ドイツ行ってるらしいであります。G7 緊急外相会議に出席、ウクライナの主権と領土の正当性を支持します。ロシアの一方的なウクライナ侵略を断じて認めません。ロシア軍撤収を求めるなどを G7 の総意として一致して発表だそうであります。林、制裁でロシアに莫大なコストが発生することを確認した。まあ脅しても取れないような、ロシアもただじゃ済まないからなっていう G7
の決意でしょうけどね。ネットの反応です。前日にロシアと経済協力の会談しといて、翌々日には制裁の話とは一貫性がない。これはあの林外務大臣だけじゃなくて日本の外務省もどうかしてるよね、これね。実は日本にはロシアを制裁する手段があんまりない、関わりが薄いからあんまりない。独裁者にコストは通用しない。なぜならそれを払うのは国民だから。まああの独裁者にとって大事なことは独裁体制の維持が最優先であってね。だってあの独裁者から転げ落ちると身の危険でしょう。で、あのこういうデメリットありますよなんて言われたってピンとこないですよね。だからあの独裁国家とは条約とか協定とか約束するんだ。どうせね、あの独裁者は自分の立場がやばいとなったらそんなもの平気で破り捨てるからっていうのは地政学のセオリーであります。 G7 の一員として振る舞わなければならない、そうしないと今後に響く。日本が足引っ張ったとか後々から言われるとたまんねえ、帝国はですね北方領土取られてるし、どこより制裁に熱心じゃないと G7 もあれおかしいなって思うんじゃないの。有事の際の液化ガスを融通する話はまとまったみたいですけど、武器弾薬の提供もやるべきなんだよな、こういう時はな。自衛隊員の何人かを軍事アドバイザーとして派遣するっていう手もありますけれども、まずは、武器弾薬提供じゃないですか。イギリスはですね、軽航ミサイルのジャベリン、ドイツも何千個かですね、兵隊用のヘルメットを送ってるそうであります。G7 の一員としては、あと世界一の金持ち国家ってバレてる帝国としては、持ちというものを送んないとダメなんじゃなかろうか。万事他人事の岸田政権には、まあ無理でしょうね。無理。そんなこと思いもつかねえんじゃね。でこの人さ、なんかよそからどう思われてるっていうのにすごく鈍感ですもんね。テレビばっか恐れてさ、林、制裁することも含め状況に応じて適切に対応していきたいってのんきそのもののことくっちゃべってましたけど、なんでね、そうなったら制裁します、こうこうこうなったらこういう制裁して、こうだったらばこういう制裁しますって言えないのかな。なんでいつもいつもですね、ちゃんとしっかりやっていきたい、検討したい、時期が来たら判断する、適切に対応するみたいな未来の話ばっかり、心のありようっていうか思いばっか過断だって話でね、まあ、腹が立つんでですね、三菱と新日鉄の資産押収して2年以上経過している韓国に制裁しましょう。岸田政権に腹が立つんで、帝国のあの経済制裁がどんなものか世界に示せるいい機会ですよ。韓国はあの建国して以来の敵国なんだから別に容赦しなくていいと思うぞ。高市早苗政調会長、都内で講演会開催。そこで喋ったことがですね、総理になっても靖国参拝すれ、中途半端な脅すから相手がつけ上がんだ、というようなことを喋りました。相手っていうのはもちろん、総理が靖国参拝しようもんなら、何のかんのって文句つけてくる敵国である中国と韓国。あと、たまに北朝鮮。ですかね。ネットの話です。参拝しないことこそおかしい。総理になれるか別として堂々と断言するのが良い。本当だね。いつまでたってもいついかなる時も検討したいだの、対応したいだの、判断したいだのばっこ言ってるね。岸田政権よりなんぼがまし。今までのことなかれ首相で悪化したし、これ付け上がらせて周辺国が付け上がって断るごとに言ってくるって話ですね。亡くなった方にお参りして政治問題になるのが
おかしい。まああのお参りっていうか寺じゃないから厳密に言うとまああの神社でもお参りか。こうしますってあの断言。まあいつ行かれるときもですね、検討する。時節を見て判断したい。適切に対応したい。断言を避けるですね、岸田総理とは大違いっつが真逆ですよね。早く高市総理なんねえかな。靖国様にケチつけるときのは、ね、中国韓国の上等区なんですけど、人民の感情を傷つけたとこ行って文句言ってくるんですけど、逆に言うとあのそれ以外の理由全くないんですよね。条約破りであるとか協定違反であるとか日本国憲法に反してんじゃないのとかいう理由が見つからない。ないから人民の感情がなんてね。なのであの堂々と参拝していいですよ。それこそねあのマスコミが来なくなるまで毎日行ったらいいんだわ。国内マスコミが騒ぐのとですね、それにひるんで参拝を政治問題に自らしていたのが事なかれの自民党であります。安倍元総理だって二階とか河野とかのあと石破ねとかがわっちゃ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 言えなかったら参拝してたでしょうね。我が国の人民の感情が死んねえよ。そんなのそんなのはその国の政府がケアするべきであって外国なんだから帝国は。帝国は全然関係ないですよね。まあかまってちゃんのメンヘラがって話なんですけど、完全無視がいいと思います。何言われたってで言わなくなるまで参拝したらいいだわ。帝国にはですね、そういえば世界最古の皇室と世界最高の国民と世界最悪のマスコミが存在してんな。それと周辺国が粒揃いの世界最悪だな。恵まれてんだか恵まれてないんだかさっぱりわかんないですね。マスコミの写し見、これどういう意味かっていうと、まあ分身っていうかエイリアスっていうか、まあまああの端末っていうか、立憲民主党がですね参院選の勝利ラインを宣言したそうであります。自公過半数を阻止だそうで、どういうことなんだろうな。ネットの反応です。なお支持率変な幻覚でも見てるのかな。連合に見放されてるのに無理です。もうちょっと現実的かつ主体的な目標を立てないと。それが実現しても維新の成果では、まあ、野党でつ自公以外でつってますから、立憲が反映して維新が大躍進しても勝ったってこと？違う、そうじゃない。自分たちの心配した方がいいのでは。議席維持とか無理そうだもんね。維新は与党の補完勢力で野党ではないって言ってなかったか？立憲は当選後に全く仕事しないことバレてるよ。まあ、あの維新と国民が増えてその結果自公が過半数いかなかったらまるで自分らの手柄のように誇るんでしょうね。こいつらは。立憲は。まあまあ、立憲半減、共産党、公明党、微減、で、維新と国民が増えるっていうのは、支持率調査からも、まあまあ明らかですよね。まあ、他力本願すぎて、恥知らずもいいとこだな。立憲の国会議員はですね、恥っていう概念ないからね、どんな嘘でもついたもん勝ちだってね。連合に見放されてる現状だとですね、半減しなきゃ勝利ぐらいが妥当な目標ですよね。あと支持率、いくら悪いことしてもですね、不祥事起こしてもですね、炎上するような発言してもですね、仕事全然しなくてもテレビが全力でかばうで事なきを得ると。これがあの社会党から数十年続いた結果ですね。立憲はどうしようもないぐらいですね、脳みそと人品が劣化しております。いまだにテレビに騙されてこんな奴らに投与する人いるっていう現状に私的にはあの暗くなっちゃいますよね。こんなのいつまで続くのかな。テレビの影響力もうちょっと早めに落としたいななんて思っております。
ロシアがやった手法なんですけど、ロシアができんだったら日本もできんじゃねえの。横の国に工作員を送り込んで武装勢力として地域を乗っ取らして、で独立国宣言してね、で鎮圧しようとした連中を日本が助けに行くと、そんなこともできるんじゃないかなんて思ったりしております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。